です。今日はですね、この2つをちょっと開けたいと思います。こっちはこちらの白の、ディフューザーですね、あのスティックタイプの、これちょっといただいたので、ちょっとこちらを飾りたいなと思います。でこれはですね、まあ観葉植物には欠かせない、まあ、あるブランドの鉢ですね。ちょっとやっと変えたので、ちょっとこちらを開けたいと思います。はい、まずですね、こちらの白のディフューザーですね、ルームフレグランスですね。で香りがサボン、化粧品の香りじゃない、石鹸の香りですね。ちょっと開けます。これ誕生日プレゼントで先日いただいたんですけども、あ、スティックがかわいい、面白いですね。このよく木の本当に木目のなんかこう竹ひごみたいなスティックがよく入ってますけど、白のやつはグレーで、しかも四角いんですね、スティックが。でこれ誕生日プレゼントでいただいたんですけども、その時の私の誕生日ケーキがすごくて、ちょっと写真をちょっとここら辺にちょっと出しますけど、この私は鬼滅の刃だとカナオが好きなんですけども、そのカナオと私の似顔絵のケーキをいただきました。でよく写真付きのケーキってなんかこう特殊なプリンターで印刷をして、そのまま出力してこうケーキになってるやつはありますけど、これ写真じゃなくてもう手書きなんですよね。手書きでそのケーキ その職人さんが一つ一つこう書いていただいたというもので、はい、すごくこういったの初めてだったので、クオリティも高くてちょっとびっくりしました。この、絵の部分もホワイトチョコレートで土台はできていて、この部分ももちろん食べましたけども、すごい美味しかったですね。はい、こんなのあるんだという感じです。でちなみに呪術廻戦だとパンダ、ヒロアカだと B 組の二連劇くんが好きです。はい、一応有名なアニメはちょこちょこ見てます。はい、でこれがサボンのフレグランス、あ、サボンじゃない、これまた別ブランドじゃん。白のフレグランスの香りがサボンですね。これもガラスで、瓶で、四角で、すごいおしゃれですね。よいしょ。でこれをスティック出しますけど、まあ、スティックの数って多分もちろん刺せば刺すほど減りも早いですし、まあ、その分香りも強いと思うので、この辺多分調整ができるっていうか、まあ、調整していいんだと思いますけど、まあいいか、このままちょっと刺してみましょう。これがキャップを外して上部の穴から押し込むようにして内蓋を外します。ここを押し破ると、お、飛んだ内蓋飛びましたね。はい、でこのまま刺すと、すんごいいい匂いしますね。うん、ちょっと全部刺しちゃいましたけど、ちょっとこれ溶かそう。ちょっとバランス整えて、これもちょっとあれですよね、お花飾るのとちょっと似てますよね。このスティックがなんかこうめちゃくちゃ片方に寄ってるのとかあんま好きじゃないんで、こうスティック系のフレグランスも きれいにこうスティックを配置したいというのがあります。はい、白はこんな感じになりました。かっこいいと思います。どんな部屋でもなんか合わせやすそうな組み合わせですよね。で香りもこの石鹸の香り、石鹸の香りってなんかちょっと安っぽいイメージするんですけど、この白の石鹸の香り、まあ、サボンの香りはすごくなんか上品な
感じがします。この匂いもすごい好きですね。なんかこれってあれですもんね、柔軟剤とか洗濯用の洗剤とか他にも同じ香りでいろんな商品を展開されてるみたいなので、ちょっと他のも使ってみたいなっていうふうに思いました。はい、次にこちらのガラス瓶、瀬戸物とも結構割れ物の注意がいっぱい出てますけど、そう今こちらもちょっと通信販売で購入した鉢ですね。ちょっとこちらを開けたいと思います。なんか8時から販売開始だったんですけど、多分もう1-2分で全部ソールドアウトしてましたね。友達に教えてもらって、なんか抽選販売、抽選じゃない、20時に販売あるらしいよって言われて、ちょっとずっと画面に貼り付いて買いました。よいしょ。で、これだけか。まあそっか。で、1個しか買ってないんですよ。以前ボタナイズとノーコーヒーのコラボの時に欲しかったそのプラスチックの鉢、プラスチックのポットをカートに追加して、その後に T シャツも欲しかったんで T シャツも追加したんですよ。でそれからお買い物カート行って会計をこう進めてたんですけど、多分その T シャツをそのちょっと追加するのがまあ時間のロスになってしまって、多分もうポットもその時にもう売り切れになってしまったので、なんかこう欲深くこう複数アイテム入れるんじゃなくて、もう一つに絞ってさっさと会計を済ました方がこういうのは買えるんだなっていうのを思って、この時も、そのようにもうこれだけにしました。でもサイズ感は思ってた通りのサイズ感ですね。あんまり大きい鉢嫌なんで。わーお、すっごい、何これ、うわ。はい、ということでこちらが、これはタケローポットですね。タケローポットのちょっと名前は後で出しておきますけども、はい、やつでございます。ちょっと初のタケローポットですね。すごいこの口の部分が、もちろんわざとやってますけど、このなんだろう、朽ちてるというか、この掛け具合がすごい美しいなと思います。これサイズ感的にはちょっとあれに似てますね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、ということでこんな感じですね。多分このタケローポット、このサイズ感はすごい使いやすいと思います。ちょっと中に入れる植物は、まだ決まってないですけれども、ちょっとこのタケローポットのこれに合うような何かをまた見つけて、ちょっと植え替えとかもしてみたいと思います。あとあれですね、次は形製作所か。あれはなかなか難しい。でもなんか形製作所でググると形製作所スペースもメルカリとか出てくるんで、結構もう転売が当たり前になっちゃってるような商品なのかなって思っちゃいます。でちょっと狭小なのでもう狭くてですね、どこに置こうかって感じなんですが、ちょっと置くならこの辺りかなと思います。でこのユニクロのお花屋さんで買ったこのフラワーブーケというか、あれはもうカーネーションがちょっと早々にダメになってしまったので、今もう完全に緑にですね、緑とちょっとワンポイントで黄色が入ってますけども、なんかこれはこれでいいかなと思います。あともうどんどん丈も水切りを水で戻して切り戻しかしてるので、花瓶もそれに合ったサイズのものに今描いてます。これもバランス取れて可愛いかなと。この白はこの辺ですかね。よいしょ。こんなもんですかね。はい。
今どんどんスティックにオイルが浸透していってるようなので、もう少したらこうふわっと香りが広がっていくかなと思います。はい、ということで今日は、白のフレグランス、ルームフレグランスとこのタケローポットのちょっとご紹介というか、まあ、開封動画でございました。はい、ちょっとこれの中に入れる植物を早めにちょっと決めたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。